の陽子は大丈夫か。周囲は離婚を進めるも、トラブル夫との結婚生活は継続。南野陽子の夫がまた、発売中のフラッシュによると、南野の夫、ケイシは、自身が経営している都内のクリニックの従業員に、日常的に暴行を加えていたという。同誌には、暴行された後を示す従業員の生々しい写真が、掲載されていて、すでに警察に被害届が出されているという。ケイシといえば、今年に入って、事務局長を務めた医療法人から、9000万円に上る大金を横領したとして刑事告訴されていたことが、発覚したばかり。2011年に南野と結婚した当初、ケイシは IT 関連会社の社長と紹介されていて、資産家だということでしたが、実際は人材派遣会社を経営していました。しかし会社が破産してしまい、ケイシの多額の借金を背負い、それはすべて南野が返済していると言われていましたね。知人との間で、億単位の借金トラブルがあると、週刊誌に報じられたこともありました。金銭トラブルだけではない。南野と結婚した後に、銀座のクラブのママと不倫関係になり、妊娠までさせたと、別の週刊誌が報じたこともある。ここまで来ると、いわくつきの男性と言っていいようだが、南野との結婚生活は、何事もなかったように続いている。しかし、今回の件は、決して看過できない暴行事件だ。南野は大丈夫なのか。佐伯ひな子やかご愛のように、夫から DV を受けた人はいます。南野は、今のところ大丈夫なようですが、降板した斉藤由貴の代わりに大河ドラマ、セゴドン出演を果たした南野。北川景子演じる徳姫の教育係として、これから出番が、増えるだけに、仕事への影響が心配される。万が一、夫が逮捕されたとしても、南野さんが犯したことではないので、何かペナルティが、課されることはないと思いますが、彼女の、仕事に対するモチベーションが下がることが、懸念されます。自ら降板を申し出ることも考えられますね。フラッシュによればケイシに離婚する意思はなさそうで、ケイシに続婚の南野も今のところ、離婚するつもりはないようです。しかし、芸能界の、今までの例を見ると、矢田亜希子、かご愛、山口萌など、夫が結婚前から、よからぬ噂があり、結婚後に事件を犯して逮捕された場合、離婚する確率は高いですね。彼女の周りは、しきりに離婚を進めているというから、結論は意外に早く出るかもしれない。